いちごの時期はね、もう終わってしまっているんですけど、今回中に入っているものがストロベリーホイップだけです。はい、ストロベリー風味のホイップだけです。わあ、とろっとろ、ちょっとに比べると、やっぱり舌触りはわらび餅の方がプルプルもちもちしてて、はい、好きな食感なんですけど、これは普通にスイーツ大福美味しいと思います。いちご風。